皆さんこんにちは、ソムリエの井黒です。今日はですね、ブルゴーニュの白ワインを紹介させていただきます。こちらドメーヌ・ドゥラ・ドゥナンテのブルゴーニュブランです。ブルゴーニュの白、シャルドネ 100% で、作られております。こちらはですね、エリアはブルゴーニュでも南の方のマコンの、ブドウを使っているということで、やはりこのコートド・ニュイとかボーヌとかディジョン・ボーヌに近い方よりかなりこう南の方にありますので、フルーツもよく熟して酸が穏やかで非常にフルーティーな白ワインを生み出す産地でもあります。まあ、これから産地特性が出ているかテイスティングを通じて見ていきたいと思うんですが、私が持っているマコンのシャルドネのイメージって非常にこう親しみやすいイメージですね。通常こうボーヌとかの、まあ、ブルゴーニュブランとかを飲んでも結構こう酸味が強くてちょっと酸っぱいなって思う時もあったりするんですが、マコンのものはいつもこうフレンドリーで柔らかくて、非常に私としては好みの味なので、もしブルゴーニュブランというふうにブルゴーニュ広域の、エリアの中でもその生産者の本拠地を見てですね、あ、これはボーヌの生産者、これはマコンの生産者というと、同じ、値段であれば私はマコンの、ものを選ぶ場合が多いです。その方が意外と外れが少なかったりします。ではテイスティングしてまいります。色合いもちょっとこうゴールドがかった2022年なんですけど、非常にこうもう熟した色合いをしております。期待できます。おー、香りもですね非常に芳醇、すぐですね香りがこう上がってくれるような発散性のある香りです。熟したフルーツですね、柑橘などちょっとこう酸味を連想させるようなフルーツは一切なくて、どちらかというとこの黄桃とかアプリコットとか、場合によってはちょっとこうトロピカルなパイナップルみたいな香りっていうのも存在します。あとはこの甘いフレーバーでこうシナモンとか、もありますし、あとはハニーサックル、スイカズラっていうちょっとこう甘い香りがするお花の香りだったり、あとはこのオレンジブロッサム、オレンジの花の香りや、こう蜜っぽさっていうのも感じますね。非常にこう芳醇豊かな、白ワインだと思います。では飲んでみます。非常にまろやか、この言葉がぴったりな白ワインだと思います。エントリーは非常に柔らかい口当たりで、それがこうフルボディの、印象っていうのを作ってるんですけど、ボディ自体も肉付きが良くて非常にこう滑らかであります。こう酸味がこう引き締めるような要素っていうのが非常に少ないので、口当たりもですね、柔らかい優しい口当たりで、それがですねフィニッシュまで続くような印象があります。若干こうワインをよく飲む方にはこうちょっと酸味が優しすぎて物足りないかなって感じる人はいると思うんですけど、これはこれでですね、このマコンのシャルドネの特徴というのを非常に表していて、ちょっとシャルドネって酸っぱいよなとかって思ってる方にはぜひ試していただきたい、そんなワインです。この柔らかさをこう全面的に出すのであれば、ちょっとこう温度をあえて高め12度とか14度にしていただいても美味しく飲めると思います。実際私も今その温度で飲んでるんですが、全然バランスが崩れていないです。でもう少しこうフレッシュに爽やかに楽しみたいなという方は冷蔵庫で冷やしていただいて6度から7度ぐらいでも、楽しめると思います。まあ、その際にですね、気をつけていただきたいのが、あまり大ぶりのグラスに注ぐと温度がすぐ上がりすぎてしまいますので、こういうワインはですね、もうこういうちょっとこう中ぶりぐらいの、グラスの方がよろしいかと思います。合わせるこうお料理などはですね、この柔らかさを考えるとちょっとこうクリーミーな、まあお家であれば普通にこうクリームシチューとか、クリームで煮込んだお肉ですとか、この甘い香り、こういった香りはですね、香ばしい揚げ物とかにも非常に相性がいいです。餃子しかり、あとは春巻きしかり、そういった揚げ物の香ばしい風味っていうのにもこのシャルドネの香りっていうのがすごく合うと思います。いろんなシチュエーションで楽しめる白ワインですが、価格も非常にお値打ちなので、ぜひ一度は手に取って楽しんでいただきたい、そんな白ワインです。おすすめです。では楽しんでください。チェース。